中部日本放送株式会社は、日本の認定放送持ち株会社。本社所在地は、愛知県名古屋市中区新栄へ。略称は CBC で、放送局の分社化後も、参加の特定地上機関放送事業者と、その略称を共用している。名古屋市に本社を置く、放送事業者では唯一、名称第一部に上場しており、名古屋証券取引所。 第一部単独上場銘柄である。1951年9月1日に大阪府の新日本放送とともに日本で最初の民間ラジオ放送局として開局。同時にこれまで日本放送協会が独占的に放送を行ってきた時代が幕を閉じ、日本の民間放送の草分け的存在となった放送局である。1956年12月1日に テレビジョン放送を開始し、ラジオテレビ検営局となった。系列新聞社は、中日新聞社で、社名も創立当時の中部日本新聞社にちなんだと、言われている。2013年4月1日、ラジオ部門が CBC ラジオへ、2014年4月1日、テレビ部門が CBC テレビへ分社化され、認定放送も下部会社となる。これは、キー局以外の、 いわゆる地方局では、初の試みとされている。創業当初の社屋 CBC ラジオ、長島送信所 CBC 放送センター1969年5月5日、昼、CBC 会館で火災が発生し、地下1階の機械室、地上1階のテレビ視聴性室、放送機器室、2階のテレビ送室用電算機室が焼けた。この時真っ黒に焼け焦げた。 テレビマスターの写真が写真に掲載されている。この影響でテレビは約1時間17分停波したが、ラジオは奇跡的に停波せずに放送を継続した。CBC は車庫から中継車を出して、テレビ等に横付けして短いニュースなどのミニ番組スタジオ県臨時マスターとし、東京や大阪からの回線の番組をそのまま放送派に乗せることで放送を再開した。 このため、関東、関西ローカルの CM がそのまま流れる事態も起きた。その後テレビは復旧作業を急ぐため、同日の深夜放送を23時35分で打ち切りとした。休止の旨と放送終了時の局名告知のアナウンスは生放送で行われた。アクセス、名古屋市営地下鉄東山線、新坂江町駅より、徒歩約5分。駅、または、 栄町駅及び栄えバスターミナルからは徒歩約10分。CBC 東京総局閉鎖した市局2021年4月1日現在かつての関連企業として PCM セントラルが CSPCM ラジオ局を運営していた企業団体の名称個人の肩書きは当時のもの。出店 1978年3月31日、1992年3月31日、2003年3月31日、2016年3月31日。ありがとうございます。